まあ、宮沢隆之先生の、署名活動の件からちょっとお話ししてみようかなと思います。なんかたくさんの方にね、署名しましたよとかっていうコメントや声をいただいて、本当にありがとうございます。これ、別に僕がですね、主催してるわけでも何でもないんですね。主催者の一人でも何でもなくて、全然直接つながりのない方がこれをやられていたんですけれども、で、これ何の署名かっていうと、宮沢隆之先生の京都大学退職に関する重大な疑義に対して京都大学に情報の開示と説明を求めますという、署名なんですね。署名運動。まあ、京都大学の、総長、そして京都大学微生物学研究所の所長に対して、これを、署名を提出するというふうになっています。で、一応、このボイスっていう署名のサイトを使ってるんですけれども、この中にね、エールっていう、なんかお金を、なんて言うんだろう、寄付できるような機能がついてるんですけれども、一応主催されている方が投稿されているんですけれども、寄付は不要ですと。署名だけご協力くださいというふうに書かれていますので、特に経費とかっていうのもそこまでかかるものではないと思うので、もう本当に署名だけのご協力で大丈夫ですということですので、皆さんよろしくお願いします。で、今回、まあ、たびたび僕は話していることなんですけれども、宮沢先生が京都大学を退職すると、もちろんね、自主的に退職したくてしているんであれば何の問題もないんですけれども、やっぱり宮沢先生が公開されている、文章を読んでいくと、本当は自分は研究は続けたかった。そして研究者として、やっぱり、こう、今回のね、日本の危機であると。で、それに対して、やっぱ気づいた人は声を上げなければいけない。で、それに対して、まあ、大学側からなかなか理解を得ることができなかったと。それによって、本当は研究も続けたいし、自分の仕事としてのね、いろんな、その、業績みたいなのは、きちんと出しているんだけれども、残念ながら、まあ、退職せざるを得なくなってしまったっていう流れになっているんです。で、その退職することになりましたっていう前に何が起きたかっていうと、まあ、このコロナ禍になってからね、ずっと宮沢先生はやっぱり、この過剰な感染対策に対してだったりとか、今回の〇〇〇〇、これね、チクッとするやつね、に対して、やっぱり警鐘を鳴らしている先生のお一人でした。で、さらに、まあそのことだけに関してもね、やっぱり国とか、要は全体的な流れと反するような発信をしてきたわけですね。で、さらに今年の8月に論文を出されて、何の論文を出したかというと、まあ不自然な変異をしていると。要は人為的な手が加えられている可能性が非常に高い。人工の可能性が高いということですね。それを全部いろんなね、データを調べたら、もうこれは間違いないだろう。まあ、かなり慎重になって発表したっていうことをおっしゃられていました。なぜかっていうと、やっぱりウイルスの専門家である立場上を、やっぱり間違えてましたっていうのは、なかなか難しいわけですね。だから、慎重に慎重を期して、これだけのデータを揃えて、これはもう間違いないだろうっていうことで発表されているわけです。もちろん今、査読前のプレプリントになるんですけれども、出しているわけなんですね。その発表の後に、そこまで一定委員会に出られて、その人口の説の話だったりとか、パンデミック条約のことだったりとかが取り上げられたんですね。で、それがすごい話題になって、まあ、YouTube 上でもめちゃくちゃ再生されたんですけども、その後に、そういう結果になってしまったんですね。大学を退職することになりましたと。でも、自分は続けたかったって言ってるんですね。で、65歳までが定年らしいんですけども、京都大学。宮田先生59歳で、まだあと5年以上あったわけなんですが、退職になってしまったと。非常に無念であると。本当は続けたかったし、自分の本業もきちんと結果を出していたにもかかわらず、その今回の情報を発信してきたことに対して、大学側からなかなか理解が得られなかった。
うまくいかなかった。そして結果、退職せざるを得ないような状態になっているわけです。で、細かい経緯とか、細かいことに関しては、もちろん、宮沢先生しかわからないことかもしれないんですけれども、明らかに外から見ていておかしい動きなんですね。だって宮沢先生だけじゃないですよ。上久保康彦先生も、あの当時、情報発信されてテレビにも出られて非常に影響力があった。そうしたら、京都大学退職になってるんですね。特任教授を。で、その一連の大きな流れだったりとか、政府が言っていることの流れだったりとか、テレビが言っていることの流れだったりとか、あれをしましょうねって言ってる流れだったりとか、感染対策はもっと厳しくしましょうねっていう流れだったりとか、そういうものは、他の専門家の先生とか本当に適当なこと言ってても、うん、受け入れられて何も問題にならないのに、これね、あれは大丈夫だろうかとか、こんなにね、過剰な感染対策しなくてもいいんじゃないだろうかとか、でそっち側の反対の話をすると、急に社会から抹殺されようとするような動きが、出てくるわけですね。でこれを、許していたら、それが当たり前になっていたら、そういう社会、何も声を出せれない社会になってしまう。要は本当の専門家の先生が、やっぱりこれおかしいんじゃないかなって思った先生が、おかしいと思っても、おかしいって声を上げたら、職を失う。そんな風になっていたら、誰も声を出せなくなってしまうんですね。で、今回のコロナ禍って、もちろんいろんな意見があって僕はいいと思うんですけれども、素人ながらに見ても、やっぱりこれってどうだったのかな？これおかしくないかなっていう点ってめちゃくちゃいっぱいあるわけですよね。で、そうじゃないって反対側の意見があってもいいと思うんですけど、それをね、きちんと総括して見直したり議論するってことを一切やらないんですよ、今回。昨日の動画にも撮ったけど、マスク一つ取ってもそうですよね。マスクをあんな検査しといて、マスクが本当に効果があったかどうか。時短営業が本当に効果があったかないのか。だって時短営業って東京都が、違法判決出てるんですよ。グローバルダイニングがね、訴訟を起こして。なのに、ごめんなさいも言わないし、あれは間違ってましたってことも言わないんですよ。むちゃくちゃでしょ？マスクも、マスクが効果がないっていう論文もいっぱい出てるし、昨日も紹介した記事では、国民生活センターが調査して、マスクは、たとえここで捕獲できたとしても、隙間から、ほとんどね、入ってきてしまってて、効果が、ほとんど期待できないっていうようなことが書かれているわけなんですよ。でそういうことが当たり前のように言われてたのに、なぜ子供たちにも含めて、全員に、反強制的にそれを進めてきたのかっていうことなんですよね。でそういうことをやっぱり、問題として僕たちは感じないと、だから推奨する側がの意見があってもいいと思うんですよね。でも反対側の意見もあってもいいわけじゃないですか。そして議論をして、その、議論をした中で、何が本当に正しいのかっていうのが、そういうのをね、一人一人が判断する材料をね、いろんな人が提示すればいいと思うんですよね。それすらもできないっていうのはあまりにもおかしい。これは、もちろん、僕は宮沢隆之先生と対談をさせていただいたりとか、シンポジウムとか講演でね、ご一緒させていただいたりとかして、個人的にも本当に大好きな、先生ですし、非常にですね、一言で言うと僕はすごくピュアな、方で、正義感があって、本当に自分の人生をかけて、日本のために、日本の未来のために、日本を守るために立ち上がった。で、そこまで一定委員会の中でも、最後の終わり方がですね、先生、京都大学の方は大丈夫なんですかってね、MC の方が言われて、宮田先生が、わかりませんって言って、バーンって終わってるんですよね。そうしたら本当に、京都大学を退職せざるを得なくなっているっていう、こんなことがあっていいのか、これって本当に日本なのかっていうことですよね。もうどこかの国みたいじゃないですか。独裁国家とかね、そういう国みたいじゃないですか。もう全体主義。この流れ、この考えしかダメですよ。それ以外の考えの人たちは排除しますよ。っていう流れなんです。めちゃくちゃ怖いことなんです。だからこれを多くの人たちが問題として感じて、そういう社会がおかしいよね。そういう構造ができてしまっていることがおかしいっていうことを気づいたりとか、声を出したりとかしない限り、
これはどん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 力が強まっていってしまうっていうことなんですよ。だから、もちろん宮沢先生の今回、応援をしたいっていうことももちろんそうなんですけども、でも宮沢先生のことだけじゃなくて、いろんなところでそういう力が働いている可能性があるということなんです。だから、今回、正当な理由があるならあるで、きちんと、言えば、公表してくれればいいと思うんですよね。うん。だけど、どう見ても、不可解である。おかしすぎる。うん。やっぱりそういう活動だったりとか発信していることが、ひょっとしたら、やっぱり面白くなかったのか、もしくは大きな力が働いているのか、もっとね、後ろ側に。何らかの他の理由があるからなんじゃないかというふうに、考えられているということですよね。まあ、簡単に言うと退職理由の公表、まあ、開示を、求めるという署名活動になっています。で、これ全文僕も、読みましたけれども、非常にですね、まあ、理にかなっているし、まあ、僕も本当に、これはそうだなというふうに思ったので、動画の方でも取り上げさせていただきました。宮沢先生を守る国民の会というのを立ち上げられた方が、主催になっております。昨日の夜中の宮沢先生のツイートを見て切なくなってしまいました。大好きな研究を続けられなくなり、さらに大切に作り上げてきた研究所も閉じなければならないという無念さや痛みはどれほどのものだったのかを考えると、いや、本当にそうですよ。本当に無念だったと思いますし、とてもじゃないけど宮沢先生の投稿を見てると、自分が納得して退職したっていう形ではないと、想像できます。たまにこの署名活動について、いや、それは宮沢先生がね、を飛び越えてやることじゃないんじゃないのっていうふうに言われる方もいて、で、その気持ちもね、すごくよくわかるんですけれども、これ宮沢先生自身が多分これすることではないんですよね。まあ、できないと思うんですよね、ご本人がね。うん。第三者がやるから、僕は意味があると思っているのと、もし本当に宮沢先生が迷惑だとしたら、多分、やめてほしいっていうことをね、もう声上げられてるんじゃないかなというふうに、僕は想像しています。だから第三者が、その、客観的に、これってどうなんですかっていうことを、大学側に問うというスタンスっていうのは僕すごく、いいことだなというふうに思いますね。